駅前系鎮珠樹,樹木園駅は、かつて、大韓民国継承南道鎮珠市に存在した、韓国鉄道公社喜び前線の駅である。2012年10月23日の馬山鎮珠館の伏線化の際に廃止された。近隣の継承南道樹木園利用客の便宜のために、2007年10月19日から臨時乗降場の形で営業を開始したが、 2012年10月23日の馬山鎮守副線新線開通により営業を開始してからわずか5年4日1832日で廃止された。喜び前線開通以来最短の期間しか営業していなかったこととは裏腹に、この駅には臨時駅にありがちな鉄骨作り等の華奢なホームではないしっかりとしたホーム、駅名標はもちろんトイレまで完備していて、 駅舎がない点を除けば、基本的な駅機能が備わっていた。普段は、京昌南道樹木園の開館時間から、閉館時間まで1日10本の無群波号が停車したが、大型イベントがある場合には、馬山駅からこの駅を経て、半城駅までの区間の延長運行をする形で、増便運行する場合もあった。駅や近くの施設等では、乗車券の取り扱いをしていなかったため、 乗車券は、車内取扱いであった。建設交通部告示第2007から420号、2007年10月11日。ありがとうございます。